どうも、ドズルです。さあ、今日もですね、クラッシュロワイヤルやっていきたいと思います。今日はシェルさんが来てくれています。シェルさん、よろしくお願いしよろしくお願います。しまはい、ということで、シェルさんが来たということは、す。ということは、今日も、いろんなデッキを遊んでみようのコーナーです。はい、ということでね、いろんなデッキをちょっと2人でやってみて、まあ、そのデッキの難しいとこだったり、いいとこだったりをね、話していければなと思っております。さあ、ということで、早速今日のデッキの紹介よろしくお願いいたしはい、ます。今日のデッキはこれですね。このデッキまた難しそうなの持ってきましたね、シェルさん。いや、すごい面白そうだったし、面白そうだ。これランカーのデッキですか？クラウド TV からうわー、これえぐでも、っ 一言で言うと、多分ね、ロマン砲ですね、これは。ロマン砲、ロマンデッキだと思います。でも、たまに見ますね、戦う。いや、でも戦いね、ますこれね。使い切れないよ、多分 私たちは。バルーン使います？使います。使ったことないです。あ、1、2回使って断念しました。私もバルーン使ったことあんまないんで、ちょっと今日皮切りにやってみましょう、そうとですりあえね。ず。じゃあ、シルさんから。はい、じいゃあ、や、早速やっていきたいこれと思いむます。ずそう、本当に。まずだって、陸ユニットバルキリーしかいませんもん。あと、スケハカが一応いる。ああ、墓石か。難しいな。スケルトンをうまく使って。いや、そうですでね。もね、多分防衛がうまく噛み合わない気がするな。とりあえずやってみますね。はいはい。はい。さあ、手最札が初、もうむちゃくちゃ悩む感じですね。まあ、とりあえ ず、まあ、とりあえず墓石でしょう引ね。き出しとこうかなっていう。さあ、相手ドラゴン。さあ、相手も墓石出してきました。さあ、バルーンこの位置から出して墓石大丈夫ですかね。お、ギリギリ届かないやつですね。うまい。これはね、相手何も出してきてないんで、2撃いきますよ。あ、2発いきました。左はかなりアドバンテージ。さあ、左からガーゴイルの群れに対して矢でゆっくり処理できます。お、素晴らしいですお、ね。ななるんほど、かいい思っ感たよじ。り安定してる感じが。はい、この後ですね、ちょっとはいはい。何出すか迷いますね、これ。あ、今のデッキで、はい。バルキリーじゃないですか、です普通にね、考しかえないて。ですね。ちょっとリクサ貯めてから。貯めて、まあ、でも相手ちょっと見たいですけどね、とりあえずバルキまあ、リゆっーでいいとく思いり。ます。さあ、相手が、これ、ジャイスケですね。もうちょっと今ね、墓を、歩かせてもよかったかな、そうジャイスケを。あ、でもいい、あ、バルいいキリーでがす。反応してくれた。素晴らしいバルキリーですね。教育してますね。いや、今のいいっすよ。さあ、ここから。さあ、どういくか。お、バルキリーに送らせてバルーン入れましたか。これはどう出るのか。お、これ行きましたね、左。素晴らしい、素晴らしい、いい感じですね。案外見た目より使いやすいデッキかも。防衛ははい確はい、定しやすいですね。なるほど。防衛施設1つインフェルノタワー軸にして、あとスケハカもあるんでね、結構守りがうまくできている感じ。まあ、相手一応レベルが1つ下なんで、まあ、なかなか戦力的にもっていうのもあると思うんですけど、まあ、でも今のところいい感じですね。バルキリー歩かせつつ、さあ、相手ドラゴン先行の形できました。お、そしてバレル来ましたけど、バレルにフリーズ 守りますね。ちょっとまあ有利まあ、でも確かにね、リード縮められないようにするのも大事です。さあ、相手ドラゴン出してきて、インフェルノタワー、ここもしっかり守れそうですね。残り20秒。しっかりバレルに対策しております。対策しすぎなぐらいですね。まあ、でも送守るるっようてにな決めったたらいいらんじゃいい。ないですか。送るようになったら。さあ、相手一気に細かいニット出してきましたが、時間的には厳しそうです。はい、ということで、お見事、イエーイ、すおお、げえ。ただすんなり勝っちゃって いや、よかっいいたとな。思います。いい感じのいい戦いデッキ、が、はい、でき噛みま合いしましたたね。ね。ちょっと私もやってみます。はい、よろしくお願いします。ちょっと2連勝。はい。前回確か2連敗だったんですよね。何デッキだった？白そ液鏡うデッキ。ですね。前回は白液鏡デッキで2連敗だったんで、今回はちょっと2連勝で飾りたいな。はい。よさあ、ろしくお願レいベしルます。8。よし、勝つぞ。これなぁ。とりあえずバルフリですかね。いや、でも難しい。
バルフリなのか、果たして相手が出すユニット見て、ね、お、エリポと、これは、答えはこれだ。 タワー以外を攻撃するといいらしいです。あ、タワー以外を凍らせた方がいいらしいです。あ、そうなんですね、うん、なんかさっきランカーの見てて思いました。タワー攻撃力低いですね。そうなんですよ、タワー実は攻撃力すごい低いんで、うん、僕もしっかり処理して、はい、そのところは上々いい感じですね、はい、悪くない。あ、左に出してしまった。右ですね、これは。まあまあ、違う。例えばどういうふうな、墓石を攻めるためのものではないんで。そうですね、うん、まあ、一応やっぱバルキリーとか絡めてね、攻めたいなというところではあるんですが、ちょっとエリクサポンプ積んできましたね、相手。エリクサポンプにロケット打っとくと、はい、これちょっと今遅れたんですけど、うん、しっかり早く打てば1も生産できずにロケットは合わせるんで、今みたいにタワーにくっつけるタイプの、うん、なんていうの、置き方はもうかもります、うん、今ちょっと私が遅れただけで、ここをどうやって守っていくか、ね、俺どう乗り切るかですね。ちょっとバルキリー奥に置いて、こうですね、うん、さあフリーズが来ました。あーっと、ペッカの一撃がきつい。一撃がきついけど反撃してやる。うわー、きつっ、きついですね。結構ミニ残りって案外嬉しいですよね。ん、ギリ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 、よし、これ2撃いけるんだな。 OK、 さあ、このバルーンは本当ロマンですね、うん、面白い。もう絶対守りきれないんで。そうですね、左を落とし、はい、あー、今度また右に回しちゃって墓石練習しないと。墓石をちょっと一から出直してもらうのかもしれない。初心者。墓石がちゃんと、シェルさんの携帯、今シェルさんの端末でやってるんですけど、はい、言い訳になるんですけど、いつも私がやってる携帯ちっちゃいんですよ、すごく。 5S ですからね。 5S なんで、うん、私 6S プラスなんで、でか、全然違うんですよ。だから冷めますよ。結構使いやすいですよ。ああ、そうなんですか、ね、はいはい、今は結構死ぬですよね、大きい携帯って。あ、本当ですか。うん、で、止めて、これでも止めるとペックス、そう、あ、相手も止めてきた。ああ、相手も止めてくるパターンですね、これは。さあ、相手右がホグライダー、左はしっかり守れそう。よし、相手左もうマスケット2体使ったんで、この後バルーンの攻撃に弱いはず。よし、今だ。よし、来た、私の時代。これでも相手は、あー、そっちに引かれたか。いやー、フリーズ厳しい。まあ、こればっかりはしゃあない。厳しいな、うん、相手ももう結構防衛に入ってますね。ですかね。でもまだ多分ね、相手ホグライダー出してくると思います。残り30何秒分かんないけど、でも相手防衛フリーズされるときついな。さあ、ペッカ来ました。残り30秒、私からするとワンチャンスですね。そうですね、これ生かせれば多分嫌で、ヨガテンのやっぱスケハカいいですね。スケハカすると、うん、補敵があるとヨガテンの出してる、と時間が難しい、はい、はい、ということで引き分けになりました、はい、まあ、ただね、防衛施設が多い分、うん、引き分けに持ち込みやすいかなというのは思いました、ね、はい、スケハカとその墓石と、インフェルノタワーをうまく使えば、うん、ある程度の敵のパターンから守りきれるのかなという感じがしました。さっきシェルさんがいい感じに守っていたので、うん、まあ、私もね、今引き分けだったんですが、まあ、最後まで守り抜けたということで、守れた結果。あとはね、やっぱバルーンをうまく相手のタワーに当てる練習、うん、難しいですね。難しい、結構、まあ、どこに吸い込まれるかっていうのは結構大事ですよね。そうですね、そこら辺もちょっと感覚つかまないと、うん、ね、このデッキは結構熟練度必要かなという感じです。あと最初の何枚とかで何を出そうって、はいはい、まあ、確かに全部重いんで、コストが結構、コスト重い、5コストのやつが3枚と、うん、あとロケットが1個あるんで、この3つ、この4つとか来た時すごいどうしようってなりますよね。特にもうガーゴイルしか出さない、ガーゴイル出さないといけない状態で、うん、相手が矢使ってくるの分かってるけど出しちゃうって時あるんで、そうなるとやっぱちょっとエリクサリードは取りにくいかなという気がしますね。エリクサリード取りづらいデッキではあるんでしょうね、このデッキ、うん、
どうなんだろう、分かんないけど、あの防衛をしっかりやってダメージを稼いでいくっていうデッキだと思います、まあ、ただロマンは見えます。ですね。はい、すごい面白かったですね。あ、面白いのは面白いですね。あのバルーン使ったことないんで、ホグライダーとの決定的な違いが、ホグライダーは相手のタワーに届いてからの攻撃の回数が重要になってくるんですけど、はい、バルーンとかジャイスケって、はい、あの相手のタワーに届かせることがまず大事なんですよ ね、はい、すね。バルーンの場合は一撃目 の、 あのもうついた瞬間一撃目を落としてくれるんで、はい、一撃目のダメージが非常にでかいっていうのと、はい、ジャイスケはもうタワーのところで死亡時ダメージが非常に高いんで、はい、この2つのユニットは似てるのかなっていうイメージあります、ね、なんでホグライダーのジャイスケ版みたいな感じで、あのタワーにと1回届かせて1回攻撃すればまあ OK だよみたいな使い方が多分バルーンの本当の使い方なのかなという感じです、うん。まあ、体力がこの前のアップデートで上がったん で、ね、ちょっと使ってみるのも面白いかもしれない。届きやすくなったんでしょうね、うん、でちまちま削って、まあ、削りきれなかった分はロケットでみたいな感じですかね。そうですね、ロケット例えば防衛合戦になった時はロケットやっぱ持ってる方が強いんで、うん、お互いを本当に防衛施設防衛施設でガチガチに守った時に、うん、ロケットでどんどん相手のタワーを崩していくっていうやり方なんだと思います。はい、ということで、はい、今日はちょっとあのバルーンデッキですかね、バルーンロケットデッキ、使ってみました。また、はい、新しいデッキにチャレンジしてみたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。します。はい、ということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。